注文の仕方っていうのをねちょっと気をつけた方がいいんですけど結構でかいパーツおおでけえずっしりクオリティ高っいやすごいねこれいやいいですねおめっちゃかっこいい 今回紹介するのはこちら、えー。デアゴスティーニ東方怪獣コレクションの5号ですね。はい。えー、こちらは地域限定の試験販売中のシリーズで、えー、福島と栃木と群馬で発売されてます、えーと。僕は栃木まで往復4時間ほどかけて、 買ってきましたでこちらの5号はしばらく前に発売されてて12月6日ぐらいに発売されてたんですけどあのですねこの5ではこのシン・ゴジラの胴体とかラドンの胴体とかしか入ってなくてまあこの5だけでは何も完成しないんであのねこちらのね6号と一緒に買ってきました。 こちらはね、また次回紹介したいと思うんですけども、うん。あのね、ま、あやっぱりあのー、往復で4時間かかるんで、なかなかね、これ何も完成しないものをね、そのまま、うん、うん、毎回ね、買いに行くっていうのが大変なんで、ここ、これはセットで買ってきました。でね、あのー、前回は、あの、この4号買った時は、あのー、お店になくて、 あちこち探したんですよね。だから、だから今回はこの5号と6号は電話で注文しました。はい。ただね、うんと、この注文の仕方っていうのをね、ちょっと気をつけた方がいいんですけど、というのも、うーん、まあ、僕はね、一緒にまとめて引き取りたかったから、6号の、が発売される1週間前に注文したんですけど、 そしたらね、この6号はね、発売日に入ってたみたいなんですよ、書店の方に。ところが、この5号は、なんかね、ちょっと時間かかったみたいで、うーん、10日ぐらいかかったのかな。こっちはね、取り寄せになるわけですよ。こっちはね、予約の締め切りに間に合ったんで、1週間だとギリギリとか言ってたけど、うん、で、間に合ったから発売日に書店に来た。ところが、これはね、 取り寄せなわけですねあともう発売済みだけどうん一時受けとかあるいはデアゴスティーニに問い合わせたのかなでもその取り寄せになるとね確実に買えるかどうかわからない上にね時間もかかっちゃうっていうことで、まあ、全国販売されたらまああれですね予約した方がいいですね確実に手に入れるんだったらあのまあもちろん定期購読すればね 確実に買えるんですけど、このね、一部だけ買いたいっていう人は、うーん、ちゃんとツタヤとか、そういう大きな書店で、2週間ぐらい前には予約した方がいいですね。ね、まあ、あのー、この、シンゴジラは4号から7号で完成するんですけど、これ7号発売されてからまとめ買いしようとすると、ちょっと遅いかもしれない。うん、その買い方はリスキーですね。 あの4号からずっとね、予約して買ってった方が確実だと思います。全国発売だとね、アマゾンとかでも買えるようにはなると思うんですけど、人気の商品だとすぐなくなっちゃったりするんで、やはり、あの、書店で予約が一番確実だと思います。はい。で、えー、今回のパッケージはこちら、新ゴジラですね。ゴジラ。第4形態。 かっこいいな。で、えっ、ー、と、裏がいつもの組み立て説明書ですね。今回はこのシン・ゴジラは胴体と腕のパーツがついてます。で、ここまで完成すると。で、えー、ラドンに関しては頭と胴体がついてて、ここまで完成するということですね。まあ、どちらも未完成の状態と。 で、次回、6号で、えー、ラドンが完成するわけですね。ファイナルオーズのラドン。で、その次、7号。これですよね。来年1月4日発売。これもう僕、予約済みです。これはね、楽しみですね。はーい。では、えー、こちらね、パッケージの方、開けていきたいと思います。 今回もブラインドパッケージですね。4号からずっとブラインドになるみたいですね。で、この組み立て説明書のところが、これが冊子になってますね。うん、中身はこんな感じ。結構でかいパーツ。おお、でけえ。ずっしり。うん なかなかのボリュームですね、うん、はいではあのパーツの方を組み立てる前に冊子の方をね軽くチラッと見てみたいと思います木地の辺りだけおシン・ゴジラのポスター覚醒してる時ですね まだね、熱線がプラズマ化してない状態の時ですねうんかっこいいでえーと今回はピンナップグラビアが「シン・ゴジラ」の第4形態で、えー、ムービードキュメントは「シン・ゴジラ」ですねこれ別に第4形態ってわけじゃなくて「シン・ゴジラ」全体の話ですね で映画誌、東方特撮映画誌は、日本沈没とかの紹介してましたね。で、これがね、なんか今回、コーナーが変わってるんだよね。あのー、ま、今までは、原型制作リポートとか、あと、グッズコレクションそうだ、このげ、原型制作リポートがないんだ。その代わりに、えっ、ー、と、 タイゴジラタイゴジラ戦兵器特集っていうのとゴジラ豆知識っていうのがどちらもボリューム1で始まったわけですね。でグッズコレクションの方はゴジラ2016の第4形態と。うん、で、えー、っと、次回はこれですね。買ってあるけど6号ですね。はい。ラドンが完成するよってことで、えー、ラドンとファイナルウォーズ。 の特集ですねはい、まあ、察しはそんなとこですかねうんはい、はい、ではパーツの方を開けていきたいと思います と欠品はないかな。あ、全部ありそうですね。うん。よかった。えっ、ー、と、これと。ん、で。 今回のパーツはこちらですねはいはいでは組み立てていきたいと思いますまずはこちらねラドンから組み立て組み立てといっても頭をつけるだけですねうんはい完成今5 5号ではここまでですねあと足と 手がつくのかなうんいやこれクオリティ高いやすごいねこれうん顔もイケメンいやすごいねこのしわのところまでうん塗装がすごいな、ね、このく首のところのしわとかね造形がすごいですね で、塗装もなんかこう、墨入れなのかなドライブラシなのかな墨入れか。いや、すごいな、この。うーん、目も綺麗に塗れてますね。あれうーん、リアルですね。おぉ、かっこいい。この 胴体もシャープに造形されてますね。はい。うん。こういうね細かい、このシワとかね、こういうとこ。あと、この翼のね、この形、こういうとこね、すごいリアルな質感。なんか表面もこうザラッとした感じで。うーん、かっこいい。で、このうねり具合ね、この。 翼のね。うん、いいですね。やっぱなんといっても塗装すごいですね。塗装のクオリティが。こうちょっとグラデがかかってるっていうね。これは素晴らしいですね。いや、すごい。最近のね、バンダイとかだと、こういう塗りは結構省略されがちですもんね。いや、こりゃすごいな。うわ。 この辺とかなんか造形もね細かいけど色もすごいなこれちゃんと全国版でもこんなふうに塗られてるんですかねなんか地域限定版では結構塗られてたけど全国版では省略みたいなことなければいいですけどねわすごいなおおらしい クオリティですねはい続いて今度はシン・ゴジラの方を組み立てていきたいと思いますおすごいなじゃあこれちょっと頭これ前回のね4号についてた頭部パーツですねこれを まったかなで腕を取り付けますいやかてえないたなんかはまんないんったか、うん、痛い痛い次こっち痛いなこれ硬いな力入れると ちょっと待ってはい組み立てましたうんいやいいですねおめっちゃかっこいいすごいリアルですねうん,うん結構ね組み立てるときねこれ はめ込むのに力が要りますねあと力入れるところが難しいんだよなパーツがちっちゃいからこの隙間はちょっと気になるかなでもまあこの分割線とかはほとんど気にならないですねはいでこの赤いボディ赤いパーツにドライブラシで色をつけてる感じですねこのやっぱなんといってもこの色味がいいですよねうーんめっね めっちゃいい感じ。うん。この造形もね、細かいですね。うん。こういうところ、いいですよね、この造形。いや、めっちゃいいなぁ。この横顔もね、めちゃくちゃいいんですよね。で、えっ、ー、と、これね、モンスターアーツと比べるとこんな感じですね。まあ、それぞれね、 こっちは可動フィギュアなんでね、またそういうところも違いますけど、本当にサイズ感、いい感じだな。うん、やっぱこのスタチューもいいですよね。動かないけど、この自然なね、フォルム。あ、いいなぁ。色味もなんかすごくいいですね。まあ、モンスターツで最近、あの、クリアレッドとか出た、なんか出てましたけど。うん。 でこれはそういうのとまた違ったね雰囲気ですよね赤いけどうんクリアとかじゃなくて本当なんか自然な雰囲気に見えるないやめっちゃいいですねうん気に入りましたはいこれまでのラインナップを並べてみましたねあのー、700分の1の統一スケールだとこういう大きさに なるということですね。はーい。えっ、ー、と、ね、このシンゴジラめっちゃでかいっすよね。うん、ラドンも結構でかいっすね。ラドンが100メートル。100メートルだから、キングギドラと同じサイズになるんですね、全高は。でもこれ、翼のね、ボリュームがあるから、すごく大きく見えますよね。で、えっ、ー、と、シンゴジラは112。 8.5メートルかなはい。もうね、この、こっちの845時がね、80メートルですけどね。それと比べるとこんなに大きいわけですね。はい。あのー、この外ガガンね。外ガガンちょっと大きく見えてたんだけど、こうやって見るとすごい小ぶりですよね。そしてなんといってもこのね、メカゴジラちっちゃ。 ねこれでも 50m あるわけですけどねシン・ゴジラと並べたりするとこんなにちっちゃくなっちゃうということなんですねはい,はいはいで今回はね、えー、シン・ゴジラ特集ということだったんですけどもシン・ゴジラといえばなんですけど、うん 僕がねゴジラにハマったのはねこのシンゴジラがきっかけなんですよまあそういう人多いと思うんですけどそれまで僕ゴジラのフィギュアってね1体ぐらいしか持ってなかったですねでなんか電動歩行のフィギュアぐらいでしたねうんあのねこのね僕はねこういうふうにねいろんなジャンルのフィギュアを集めるのはね 好きなんですよねこの「仮面ライダー」とか「スーパー戦隊」とかね「ウルトラマン」とかあと「ロボットね」ねあとこの最近だと「チェーンソーマン」とかもハマってますねうんこういうねいろいろ集めるのが好きなんですよね「こうゲゲゲの鬼太郎」「ウルトラマン」「スーパーヒ特撮ヒーロー」に「ダグラム」とかね やったまんね、これタイムボカンとか宇宙戦艦ヤマトサンダーバードねこんなふうにねあとはキャプテンハロクとかねうんでねこういうにね最近でもそのシン・ゴジラにハマってからは怪獣がすごい増えたんですよねでねこれがシンギュラーポイントのコーナーね 腕時計もシンギュラポイントの腕時計です。で、ここがモンスターズ。シンゴジラとか、ね、ゴジラ対コング、うん。下はガメラですねで。こっちがメカゴジラ。メカゴジラが好きなんですね。もともとメカゴジラが好きで、超合金は昔から持ってましたね。でここら辺が初代ゴジラコーナーかな。こういうとこ。で、ヘドラがいて。 で、下もゴジラコーナーですね。いろいろいます。キンゴジとかね。ビオゴジとか。うん。で、こっちの下に大きいやつ。ゴジラ2021とミレゴジのでっかいやつですね。はい。こんな風にね、シンゴジラにはまってからゴジラが増えましたね。まあ、ゴジラマニアにしたら全然少ないでしょうけど。 うん、僕にしてはね、だいぶコレクションの比重は大きくなりました。はい。はい。今回は東方怪獣コレクション5号の紹介でした。えー、またね、近いうちに、多分すぐだと思いますけど、この6号の方もレビューをアップしたいと思いますんで、どうぞお楽しみに。またねー